伊賀国分寺市比伊賀国分寺跡は、三重県伊賀市西明寺にある古代寺院跡、国の史跡に指定されている。奈良時代に、聖武天皇の御事のりにより、日本各地に混流された国分寺のうち伊賀国国部総寺の寺院跡にあたる。本校では伊賀国部アマデラ跡と見られる、長楽山廃寺跡についても解説する。伊賀市街地の南東部、 標高約170メートルほどの大地上に位置する古代寺院跡である。東方約200メートルには国分アマデラ跡とされる長楽山廃寺跡が東西に並ぶ形で混流されている。文献では古くは延長5年成立の演技式に国分寺領として5000束があると見える。また、低進行期天略2年2月16日上に 国分寺美車門混合力士東武リナルとあるほか、天領4年2月23日付の藤原実炉炎書両譲り場、保安3年の名張郡収納書ギップなどにそれぞれ記載が確認されている。中世以後は寺勢が衰退して国分寺の所在もわからなくなったとみられ、当地は長者屋敷と称され長者屋敷伝説が伝わっていた。近世初期には国分寺跡は、 三田廃寺跡に否定されており、西条村にその光景を称する国分寺が存在したが、教法7年からは坂の下村の学恩寺が国分寺を称するようになり、現在も同地に衝動を残している。なお国分山寺に関しては、近世には、ホッケ村のホッケ寺が光景とされていた。当地が国分寺跡と注目されるようになったのは、大正期に入ってからで、その頃の調査により、 地域周囲の土塁やガランの基段が認められ、それを受けて1923年3月に国の史跡に指定された。しかし1944年9月に海軍飛行場用地のため史跡指定は解除され、延滞号建設によって移行の多くが損なわれた。戦後の1948年1月に国の史跡に再指定され、1961年2月には、 指定範囲が変更されて現在に至っている。ガラン前景南方から中門、近道方向を望む。地域は東西約220メートル、南北約240メートルで土塁に囲まれている。中門、近道、高道を南北一直線に廃し、中門左右から出た回廊が近道左右に取り付くガラン配置である。礎石は 上野城下の菅原神社造営のため運び出されたと言われ残存しないが、抜け取り跡が、近道、近道の土壇に残ることから、いずれも桁行き市島、両行島の構造と推測される。当は、回廊外の南西方と見られていたが、調査により、回廊外東方にもその基壇が認められている。また、近道、近道の背後には、共造、 主狼と見られる木壇が、さらに坑道の背後には、僧房食堂と見られる木壇が見つかっているが、南大門の遺構は確認されていない。これら仮覧の主軸は、南北線から東に4度30分傾いており、国分寺周囲で見つかった関連建物跡でも、同一方向軸上にあることが確認されている。時期からは、奈良時代から、鎌倉時代にかけての河原のほか、河原家、 陶器が収集されている。河原の一部はもう原廃寺跡と同伴で、同地の岩屋街を跡で、制作のものとされる。長楽山廃寺市非長楽山廃寺跡は、国分寺跡の東方、約200メートルに位置する。国分アマデラ跡と見られる古代寺院跡で、長楽山は、地名に基づく。国の史跡に指定されている。ガランは、水定地域の西側に偏っており、近道、 公道の土壇が見つかっている。国分寺と異なり、ガランの主軸は南北線から東に11度傾いている。長楽山廃寺においても礎石は3失しているが、近道基壇に礎石の抜け止血があり、これより近道の構造は桁行き市島、両行島と推測される。なお、近道の礎石抜け止血は見つかっておらず、他に、等、注文などの意向も見つかっていない。 所在地長楽山廃寺跡に関するカテゴリー。伊賀国部山寺に関するカテゴリー。ありがとうございます。